これで私たち宿なしになっちゃったね。笑ってる場合かよ。ああ、その件なんすけど、極西寮に来れば解決じゃないっすか。そうすりゃとりあえず料理する場所は確保できますし、塩見先輩は極西寮出身なんだし、空き部屋もたくさん余ってるしね。いいでしょ雪平君。ありがとよ雪平。その気持ちだけで救われたよ。あ、雪平君。おお、ナキリ。結果は？ああ、なんとか接触を果たしたって感じだわ。勝ったのね。走ってきたのか？髪わしゃってなってんぞ。ま、当然ですけどね。おや、こちらでしたか。あざみ様の側近を務める間です。ちょっと失礼しますよ。分かっていますね、葉山明。ああ、先ほどの勝負の結果をもって君は退学となります。他のルートの結果も報告が来ていますよ。エリナ様、申し訳ありません。以上のもの、退学決定です。